モンペリエハンドボールは、フランスエロー県モンペリエに本拠を置く男子ハンドボールクラブ、LNH ディビジオン、アン所属。1982年、コスモスモンペリエとして創設。1987年に p ー r s c が買収し、チーム名をモンペリエ p ー r s c へ改名。1989年にモンペリエハンドボールへ改名した。 1994から95年シーズンは23勝1敗で初優勝を果たした。1995年の EHF チャンピオンズリーグの出場権を獲得したがベスト16で敗退。1997から98年シーズンから3年連続で優勝を達成。2000から1年シーズンは S.O. シャンベリに敗れ2位に終わったが2001から2年シーズンから 5連覇を記録した。2002年の EHF チャンピオンズリーグでは決勝に進出。決勝ではスペインのポートランドサンアントニオを50対46で破り、初優勝を果たした。2006から7年シーズンは u s イブリーにタイトルを奪われ、6年ぶりの2位に終わった。2007年にチーム名をモンペリエアグロメレーションハンドボールへ改名。 2007から8年シーズンは優勝タイトルを奪還。2011から12年シーズンまで5連覇を果たす。2013から14年2014から15年シーズンは3位に終わり、2015年に再び、モンペリエハンドボールへ改名した。2014から15年シーズンは2位で終えたが、2015から16年シーズンは4位に転落。 2016から17年シーズンは3位に終わった。ありがとうございます。